アイテム番号、SCP-883。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-883 へのアクセスは、蜂刺されにアレルギーを持たないことが確認されているレベル2かそれ以上の職員に限定されています。SCP-883 養蜂場に入る全職員は、標準的な養蜂家用手袋とフード付きの服を着用しなければなりません。SCP-883 自体に入る全職員は、養蜂場の北壁にある金属棒の一つに備え付けられた命綱を装備しなければなりません。職員はレベル4職員2人の許可がなければ、SCP-883 内部を 2km 以上危険を冒して進むことはできません。SCP-883 内部を 2km 以上進むことを計画している全職員は、2人かそれ以上で班を組むことも必須となります。博士の事前許可証がない限り、蜂や蜂蜜の標本を持ち去ってはいけません。説明。SCP-883 は、高さ約3メートル、幅1メートル、奥行き2メートルの木箱内に収容された大きな固定された巣枠式巣箱です。SCP-883 内部は木箱の外見の寸法よりずっと巨大であり、入り口から最低8キロメートル伸びている通路を囲む巣の壁にハニカム層があるようです。まだ行き止まりに遭遇していませんが、巣の内部は迷路のように形作られています。SCP-883 内の蜂は基地の蜜蜂属のどの種類とも一致していません。気味の悪いことに、SCP-883 のより深くで見つかる蜂は、通常の蜜蜂とかなり異なるようです。SCP-883 内の 1.5km 以上で見つかる蜂は、通常の蜜蜂より一組余分に羽を有しています。2km 以上で見つかる蜂は高い攻撃性と、今までのところどんな治療も効果を持たない毒針を持ちます。SCP-883 内の 7km 以上で回収された数匹の標本は、データ削除済み、お持ち、昆虫であるようには全く見えません。SCP-883 から取り出された蜂蜜も、入り口から回収された地点までの距離により構成が変化します。1km 以上の場所から回収された蜂蜜は軽い麻酔作用を持ち、4km 以上から回収された蜂蜜は高濃度のヒ素が原因で人間が摂取するには安全ではありません。蜂が食物や水をどこから得ているのかは不明であり、また蜂蜜を作るための花の蜜を提供しているものが何かも同定されていません。付録 883A データ削除済みの出来事が原因で、SCP-883 内部の 6.5km 以上の調査は禁じられています。